かけるの、あなたの幻消すように。ハマスタは今日もまた雨。おい、キャサリンです。いや、今日はね、昨日に引き続き雨天中止になってしまいました。残念。というわけで視察第2弾です。まあ来週から交流戦が始まるんですけど、ドラゴンズはね、いきなり王者ソフトバンクとなんですよね。というわけで今日は西武対ソフトバンク戦を選びました。まあ結果としては7対2でちょっと点差がついてしまいましたけど、中盤までね、どっちに転ぶかわからないとってもいい試合でしたね。それでは今日のキャサポ、5回裏西武若林選手のライト前ヒット。ワンアウト一塁からね、エンドランだったんだけど、低めのボール球の変化球を本当にうまくライト前に打ちましたね。それで1、3塁作って源田選手の勝ち越し犠牲フライを生みました。まあ追いつかれた後の攻撃だったから、展開的に見ても本当に大きな1点だったと思います。それからもう一つ、7回表ソフトバンク今宮選手の三振。これは痛かったですね、ソフトバンクからしたら。松田選手が激走してスリーベースになって、でノーアウト三塁っていう最高の同点にするチャンスだったんですけどね。いやー、なんとか当てたかったですね。以上。やめて以上。ではでは、視察の成果を発表します。まずはソフトバンク、バレンティン選手と松田選手には気をつけろです。まあね、こうやって名前だけ見てると1番から9番まで本当に全員恐ろしいんですけど、まあでも見てて特にいい感じに触れてたのは、バレンティン選手と松田選手でしたね。特に松田選手は乗らせてしまうとチームが元気づいてしまうので、何としても抑えていきたいですね。はい、それでは西武の視察結果を発表します。若林選手と源田選手の 1、2番は超危険。特に若林選手ね、エンドランは決めるわ、バントは初球で決めるわ、足は速いわ、本当にいい選手ですね。盗塁は1回目甲斐選手に刺されちゃいましたけど、その次はね、初球から走って成功させちゃいましたよ。盗塁技術もそうなんだけど、失敗してもまた次思い切ってスタートできる、その気持ちの強さが素晴らしいなと思いました。以上。投手の印象は、なんかセリーグよりもカーブが多い気がしました。パワーカーブってやつ、そんなとこかな。いや、実はね、それ以外にもいろいろメモったんですけど、ちょっと疲れたので端折ります。与田監督、そういうことなのでミーティングでみんなにしっかり伝えてくださいね。まあ私から言えることは、名前を見て気遅れしないでほしいっていうことですね。まあね、そりゃ怖い打者が並んでますけど、最初から逃げ腰になるんじゃなくって、自分たちの力を信じてしっかり勝負に行ってほしいですね。セリーグでは 1-2 を争う投手陣なんだから、自信持って行こうぜ。ソフトバンクにはオープン戦の初戦でね、もうわけわからんぐらい点取られて負けてるんでね、あの時の雪辱も果たしてやりましょう。その前に明日からの巨人戦ですね。ドームだから中止もないし、
やっと試合ができるよ、勢いに乗って交流戦に臨めるように読売さん立てしてありましょう。絶対勝つぞ。おー、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。空にこだまする竜の叫びを耳にして、戦う中日夢強く、僕らをじんとしびれさす、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。僕もあなたも願ってた、祈る気持ちで待っていた、それは一言優勝だ、与田監督の胴上げだ、いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。